Tomy's Clockman is a talking character clock based on four blood types. You get Clockman to talk just by pressing the button on his head. He tells you the right time and says lots of other things. 午前11時7分じゃないかな。職業は時計なんですね。ですので基本こう頭を叩けばいつでも時間を教えてくれます。で時間以外にもいろいろおしゃべりするんですが、それ季節や、その時の時刻とかにもよって内容変わってきますので、本当に愛着が持てると思います。で時計ですので目覚ましの機能ですとか、毎時正時になるとお知らせするこうハート時計みたいな機能も兼ね備えているんですね。ですので仕事はしっかりするし、プラス愛嬌もある、そういった商品です。When Clockman has nothing to do, he starts talking suddenly. But if you think he's annoying and lay the clock on its side, he might go to sleep. He's a fickle sort of guy. The main target for Clockman is people in their 20s and 30s. The idea is to provide a practical product that makes living alone more fun.クロックマンですね、4種類のタイプがあります。人間と同じように A 型、B 型、O 型、AB 型とあるんですが、それぞれにあって話す内容とか違います。 A 型は几帳面だったり、 O 型は大雑把だったりするんですね。ですので最初こうクロックマン買われる時とかは、どのあの血液型、自分の血液型もあると思うんですが、相性がいいのかなって考えていただくと楽しいと思います。結構ですね、A 型の人だったら、自分の血液型じゃなくて O 型のクロックマンが欲しいなっておっしゃられる方とか、 B 型の方だと、あでも俺はやっぱり B 型のクロックマン欲しいなとおっしゃったりもするので、そういうところでこう話題とか盛り上がりも作れるのかなと思ってます。 Clockman will be released on November 19th, priced at 4,494 yen, including tax. ボケーっとしてると時間に置いてかれるぞ。 Digging for news.